後輩の人たちどういうところ行くの？映画か。でも最近そうだね、映画だね。ね、誰か行ったらいいんだよ、そのさ、なんか、でもさ、映画、私映画好きなんだけどさ、やっぱ限られた時間じゃ会えるってさ、映画はいいよ、好きだけど、お映画じゃなくてもさ、喋りたいんだよ。だからお茶するにしてもさ、なんかこう、モーニング娘。のさ、元メンバーとね、元メンバーもそうだし、後輩の子、そうね、元メンバーにたまにさ、なんか、お家呼ぼうかなって、うっすら言う時あるじゃん、うっすうすで。だから呼べばいいのになと思うけど、まあ全く俺は出てこないじゃん、顔も見せないだろうけど、小屋から出てこないじゃん、恥ずかしいから。でもそういうのは分かんない、喜ぶんじゃないの？喜ぶかな。なんか私こう見えて人見知り。いや人見知りじゃないじゃん。いや気使ってるんだろうけど、なんか緊張しちゃうもんだって。新しい試みなんじゃないの？メンバーとか緊張しちゃう。俺がじゃあこうその、あでも YouTube でやってもさ、 YouTube になっちゃうからね。そうなの、お仕事になっちゃうから、それ良くないよね。そうなの。これまっすぐでいいや、こっち来ちゃった。やっぱプライベートで。そうなんだよね、何喋ったらいいか全く分かんないじゃん。普通にお茶すればいいんじゃないの？でも会話が必要でしょ。お茶して会話して。だから3人で会うのよ。誰3人？ケメちゃんとリカちゃんとか。おー、会えばいいじゃん。ちょっと今度呼んでみようかな、お誘いしてみようかな。今してみたり。今はしない。いや嬉しいんじゃないの？嬉しいかな。嬉しいと思うよ。あのミキティがあってもそうだし、そんなみんな刺激的な毎日暮らしてないでしょ。いや暮らしてないと思うよ。過ごしてないでしょ、うん、そりゃ普通にさ日々を、そうそうそう、一生懸命生きてんだろうけどさ。だからまあそうだね、だからまあそういうね、刺激的だよね、なんかこう人と会うってね、うん、卒業した後輩の人たちをとかさ。後輩を呼ぶの？別に後輩を呼びたくないっていうことじゃないんだけど、それのさ、そのさ、どうしたらいいのか分かんない。安田圭さんとさ、うん、石川梨花ちゃんとさ、うん、梨花さんとさ、うん、の中にさ、うん、もうすっごい後輩呼べばいいじゃん。かわいそうじゃん。ただただかわいそう。いやでもさ、緊張はするだろうけどさ、特にさ意地悪するわけではないじゃん、絶対に。ね、なんだったらかわいがるっていうかさ、なんとかなの、なんとかなのってさ、うん、逆にそれが怖いかもしれないよね。いやそうか、そう難しいよね。いやそうなんだけど、それが刺激的じゃん。まあね、なかなかこう自分からそこに行こうと思っても行けないからね。そう、逆に誠さんとお茶してみるとかさ。誠さんのスケジュール知らないし。いやそれ 言ってみればいいんだよ。連絡先も知らないよ。誠さんの奥さんだったらさ、誠さんに自転車教えてもらうとかさ。いやめんどくさそうじゃん。本気だから誠さんは。いやいや違うんだよ、誠さんって俺気軽に言ってるけど。いや、いい人よ、ね、誠さん。いや、そうだけど、めんどくさそうじゃん、自転車。めんどくさいとか、まあ、こだわりが強いってことでしょ。いや、そうそうそう、ここもそんなにこだわってないのに、そうそうそう、私はだから軽はずみで教えてくださいなんて言ったら。富永さんとじゃあお茶するのは？それは全然平気よ、だって優しいじゃん。富永さんめちゃめちゃおしゃべりだから、うん、勝手に喋ってくれる。ミキはな、ミキはこうなの、ミキはこうなのってすごい聞いてくれる。じゃあさ、ありがたいじゃん。いや、ありがたいよ。だやっぱモーニング娘。のその関わりがなさすぎるんじゃない？そうだね、卒業したら急に福岡行って中澤さんに会いに行ってみたい。いや迷惑でしょ。いや来てるんですけど会えませんかって言ったらもう刺激的じゃん。ねえ、めちゃめちゃ嬉しいと思うよ。ど
どうしたんだろう、なんか話あるんだろうなって思うだろうね。いやでもだってわざわざ効果まで来てるんだもん。でも本当に、うん、いや何もないんですよ、なんか中澤さん何してるかなと思ってって、ちょっとクレイジーだけどいや連絡くれたらええやんって言われたいやそうだけど、ダメだとしても、うん、なんか良くない俺いいと思うけどな。確かに、ね、一緒に行こうよ。ちょっと夫婦で会いに来たんですけど、行こう、いいよいいよ、行くよ。会えないかって、うん、無理っすかって言って何時まででも待ってますよ最終まで待ってます、会いに行こうよ。これだ、それは YouTube でもいいんじゃないの。そうだね、うん中澤さん出てくれるかな、迷惑ねすいませんみたいな。俺もなんかすごい俺ずっとカメラマンやるからさ。そうだよね、そうちゃんってやっぱりちょっとクレイジーなところあるもんね行こうよ行こうよ、もう決まりだよ、決定、中澤さん行きます行きます。本当にね、メンバー結構見てくれたりするのよ。中澤さん行きますもう多分ミキティに任してたらそんなのないから会いに行こうよ別にいつ行っていいですかとか言わないんでしょ。まあ分かんないけど、それは向こうのお仕事の都合もあとご家庭のね都合もあるから。そうだね、それは何も言わずに今来てるんですけどが一番怖いからね。怖いよ怖いよ、ちょっと寄ったんですの距離じゃないから、ね、ピンポンするんだよピンポン。いや知らないよ聞くんだよあ住所教えてくださいって。そうそうそう、なんか送りたいものあるんで怖い怖いよ。行こうよ中澤さんところ。俺もね何回か、まあ、一緒にやらせてもらってるから、うん、こんな慣れ慣れしいのも申し訳ないんだけど、うん、中澤さん本当に行きます行きますこう予告してればさ、もしドキドキしてるね、ご本人が見てなくてもね、確かにね、なんか YouTube 見ましたみたいな噂がさ、確かに、ね、そうそう、何それってなるじゃん。中澤さんのレギュラー番組、ほら、うん、福岡の女帝だみたいな、うん、そう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 、その出待ちしてでもいいよね。あ、いいじゃん行こう行こう行こう決定だよほぼ7月8月中に行こうよ早い行こう行こう早い、うん、連れで行く、え子連れで行く、いやもう2人だよ2人もうふとわかる、うん、気使うでしょそれ子供、確かにね、そうそう、それはもうミキティのお母さんにお願いして、そうだね、日帰りで行こうよ。そうだね、うん、早朝から一番早い便で行って、ね、最終で帰ってこようよまあ楽しいね、それはね、そのくらい許してくれるでしょう。そうだね、どう、いやでも本当に中澤さん私は好きなの。めちゃめちゃ懐広いじゃん。広いよね、広いよ、で会いたいと思うもん。そうでさ、その福岡に行ってから全然会ってないの、うん、その東京にいる時は子供が年が近かったりとか、うん、で私中澤さん家だって行ったことあるんだから遊びに、なんか謝りたいこととかないの。ないない、何もない。謝罪ツアーしていこうよ。やだよちょっと待って、あと山本さんじゃないんだからクリスタルガイザー持ってくわけじゃないんだからさいやでも本当にねえこれはいいじゃん、福岡行けるし、確かにね、美味しいもの食べれるし、うん、ただ中澤さんはただの迷惑だけどそうだね、後でオンエアしていいかどうか聞けばいいじゃん。まあそうだね、そうだよね、これはなんかワクワクしてくるねいや本当に俺会いたいもん、その中澤さんに。中澤さんだよめっちゃ会いたいよ本当に心配されちゃいそう。どうしたの？どうしたの？本当にどうしたの？いや来たんですよって。あ仕事でみたいな感じじゃない？いやプライベートで。俺全然喋んないからねカメラ持って。なんでよ。なんかもうずーっともう。喋ってよ。行きますって言ったんだからさ。いやでも本当に
確かにね。でももう本当にそうでもしないとなかなか中澤さんと会えないだろうなとも思 う、 そ う、 そ う、 そう。突然行くのもいいかもしれない。まあね、もうここまで来たら、うん、一回行ってみようよ。ここまで来たらもうなんか会えなくてもいいんじゃないかってちょっと思ってるぐらい。いやーやろう。でもリーダーも潰したらさ、潰したってリーダーの玉取ったらさ、あとはもう、そうだね、うん、そうだね。リーダー行ってその後誠さん行ったらもう、なんで誠さんなのよハロープロジェクトを制覇してるようなもんでしょ司会やってんだから。確かにね、誠さんね、うんうん、本当だね。でゴールはつんくさんだよ。つんくさんね、うん、ハワイに行って、うん、逆につんくさんの方が会いやすいかもしれないいや会いたいよね。会いたいね、うん、いやそう会っていこうよ本当に。そうだね、うん、いいかもしれない。いいよひらめいちゃった。ひらめいちゃったっていうか、なんかすごい楽しくない本当に。なんだったら ね安田さんも連れて行ってもいいしっていうか、どの立場で喋ってんだよみたいな連れてってもいいしって、別に行きたいから。え、なんでっていいから、いいからいいからって。そうそうそう、だって日帰りだから別にお泊まりグッズもいらないんだからさ。確かにね、うん本当だね。いやいいよ、行こうよ行こうよ。行きたいね。 YouTube NG とかなのかな。中澤さん、中澤さん、さまさんみたいにさ、テレビとテレビで育ててもらったからっていうさ、いやそれはないと思うよ。そう、うん、出てくれるかな。出てくれると思う。最悪声だけでもいいかなって思う。いやもう行こう、マジで行こう本当に早急にだよ。そうだね、だから早急にこのチャンネルを見てる人が中澤さんに伝えといてくれることを願うね。うん、そうだね。俺たちは勝手に言ってるだけだから怖い、怖い夫婦が来ますよって頭ちょっとおかしい夫婦来ますよやった。もう出てくれるもんだと思って喋ってるけど。そうだね、断られないもんだと思ってる。なんかそうそう、なんか好きなものをリサーチしてさ。そうだね、東京で食べてた時、東京にいた時に食べてた好きなものとかをさ持って行ってさこれ好きでしたよねちょっとやばいやつじゃんめちゃ楽しみ。だって俺視聴者だったら、うん、嬉しいもん見たいし、中澤さん見たいよね、うん、確かにね、会いたいし。福岡ではねいっぱい流れてるだろうけど、うん、中澤さん会いたいよ。会いたいのは会いたいな、うん、そんなのだってもう2人が並んで話してたらもう最高でしょ。そうだね、何だっていいよ。何だっていいよじゃないよ。いや本当に本当、うん、テレビ局まで行って「いやダメです」って言われてもいいわけだから悲しいよ私が。ただ単純に、いやいやいやいいよ本当に。これは皆さんもう期待、うん、期待してもらっていいんじゃないそうだね、でも行きたいね。でも純粋に会いたいでしょ。純粋に会いたいね、久しぶりに。そう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 、そうだね、だからなかなか会えないから来ちゃいましたってことだよね、うん、そう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 、そんなに好きだったみたいないやでもやっぱりさ、一緒にやってたさ、さそうだよね、こう時を経てさ、久しぶりに会いたいな。泣いちゃうんじゃない。泣かない。え泣かないよ。泣かないの。泣かないよ別に。お母さんに会うみたいなことでしょ。いや違うよ、一緒にやってたって言ったって。私モーニングでは最初かぶってないからね。あそうなの。ドリムスでかぶってる。ああそうなんだ。そうそうそう、ドリムス、そう、まあ、ハロープロジェクトではねもちろん一緒にやってるけど。あそうだよ、めっちゃいいじゃんね。うん、そうそう、モーニング娘。に会いに行くっていうのはいいんじゃないいや本当に、まあ、モーニング娘もそうだし、うん、ハロープロジェクトもそうだし、それはもう先輩も後輩も同期も、そうだね、そうそう、それはだからまあね、その
それぞれの生活があるからさ、うん、ね、事務所 NG 出ないかな私が行くって。いや、そのだからそれぞれね、その事情があるからさ、うん、出れる出れない人もいるだろうしさ、まあそうだね、そう、あとは普通に出れるけどスケジュールが合わなかったりとかっていうこともあるから、 それはまあなんかあるだろうけど、まあおかいちゃんに会いに行くっていうのおかいちゃんに、おかいちゃんもそうだね、俺も何回か共演してるから会いたいよ。おかいちゃんもお母さんのママになってるからね。おかいちゃんだって、いや行こうよ、じゃあ行こうよちょっと待ってください、何しに来たんですかって言われるの突然行こうよ、本当にちょっと住所聞いてみようかな。ねえ、うん、いやだからもう活動してるのかな。そうだから、あんまりもう出たくないって言う人もいるわけじゃん。まあね、そうそうそう、もう引退したとかさ。そうだね、そう、そういう人はやっぱその気持ちをさしっかり組まないといけないけど、うん、まあね、いやそこら辺のうまいこうさじ加減はなんか様子見ながらさ。そうだね、まあどっかしらで活動してたらまあ、ね、YouTube はもう二の次で、まあ、ってことよ。ついでだよね、会いに行くっていうのがメインでね。そう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 。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。